ラジオネームフォーカスゴールド FM サイン。有吉さん、以前 iPS 細胞を使って手術をしたという嘘情報を世間に流した森口教授が今日のアッコにお任せで酒を飲みながらインタビューに答えてやがりました。以下森口教授がインタビューで語った内容です、うん、僕は学生時代バンドのボーカルをやっててね、いろんな曲を書いたもんだよ。当時はすごくモテて同時に10人の女と付き合ったこともあったんだよ。森口、俺はわかるぞ。お前が今すげえ辛い思いをしてるってことは。俺も毎日学校では女子の前を通るだけで避けられたり、話しかけても無視されたりするような毎日送ってるからな。当然彼女もいないし、ましてやフェラをしてくれる都合のいいブス女さえいない。お前と何ら変わらぬ状況だよ。森口、もう俺はいっそお前と付き合ってやってもいいぞ。そろそろ俺の棒の持ち主見つけたいんだよ。森口頼む。お前がその持ち主になってくれ。俺はお前の iPS 細胞が欲しい。夜の細胞移植手術よろしくお願いします。どういう状況なのこいつ。森口さんと付き合いたいの。もう感情がもうちょっと波打ってますね。あの森口さんそんなこと言ってたんだ。ねえ、すごいね、あの人ね。もう来るとこまで来ちゃいましたね。